ギフトありがとうございます。もう3月なのにさ、暦の上では春なのに。なんか寒いのに花粉は来てる気がしてて、いやじゃ前髪の癖前髪の癖がすごい。いやじゃ、なんでだ。うえながら星だ、いっぱいキラキラ星、キラキラ星、レインボーストゥー、ストゥー、ストゥー。え、目赤い、マジ何に感動したの。あのね、オムタツさんのね、MV オムタツさんっていうイラストレーターさんがいらっしゃるんですよ。結構ボカロ系の楽曲を書いてる方なんですけど、が6ヶ月前なんですけど6ヶ月前に初音ミク16周年記念アニメーションでキャッチザウェーブという楽曲のアニメーションを書いてらっしゃったんですよ。で、私すっかりね見てなくて、そう、全然見てなかったんです。たまたまおすすめに流れてきて、そうで、その初音ミクちゃん、まあもうちょっと6ヶ月前なんで、まあ、誕生日の時だと思うんですけど、8月31日だから、そのミクちゃんの16歳の誕生日の時に投稿されてる、まあ、いわゆるファンメイド作品なんですけど、でそのアニメーションがめちゃめちゃ良くて、今までこう初音ミクというものをね作り上げているアニメーション、作り上げているものがすごいね詰まってて、そう、なんか今までのボカロの楽曲みんなが知ってるのだと千本桜とか、うーん、メルトとか、そういう、こうみんなが知ってるようなものがとにかくこう
1曲の1曲ってかワンハーフワンコーラスぐらいの中に MV としてすごい作り込まれていてめちゃめちゃ良くてうるうるしましたっていうのをチャットに送ったんですよ。オムタツさんのキャッチザウェーブという MV はちょっとぜひご覧ください。本家はねオリジナルは KZ さんの楽曲なので、うん、とても良い。あれ、アニメーション MV ってね時間とってもかかるのでね、そうっていうっていうですっていう、それは普通にチャットで気軽に送ったつもりだったんですが、うん、やっぱいいですよねファンメイドの二次創作作品って。なんか公式が供給してくれるっていうのもいいんですけど、こう二次創作だからこそできること、楽曲のコラボレーションだったりとか、あとはまあ成長イフとかね、うん、いいですよね。なんかツイッターって自分たちのおすすめでこうポストが流れてくるじゃないですか、ツイートが。で、自分がこう何を長時間見るかによって多分 AI が判断してるのか分かんないんですけど、こう最近は漫画が読めるハッシュタグみたいなのをたまに見てたので、もうなんかおすすめ開いたら漫画ばっかなの実体験系の漫画とかファンタジー系とか、なんか何でも漫画ばっかなっちゃって、そうおすすめ欄があれすごい精度高いですよね。多分皆さんはアイドル系が多いんじゃないですか、うん、あ、そう、でも漫画って言ってもあれなのよ、そのなんだろう、バレネタバレ系というよりかはどっちかというと創作系の漫画、そうリーク系じゃなくて、もうリークはもうマジでくたばれと思っているので、うん、そうじゃなくて自分で創作自分で書いてるタイプのような漫画がすごい多くて、うん、ちょっと前までだったらまた全然違ったりもしたんですよね。なんかちょっと前まではなんかすごいなんだなんていうのあれ、あマジ3日前ぐらいまでは日プのミーアイの K-POP のね日プ女子のミーアイちゃんのがすごい流れてきたし、なんかちょっとそのもうちょい前だとなんだもうちょい前だ、そうなんか
そう、もうちょい前だとなんかこう美容系赤とか、なんかなんていうの、もう誰が本当に、なんかもうネカマかっていうネカマかっていうような、なんかそんなんばっか流れてきた時期もありましたね。うん、絵文字多くて、うん、なんかそういう自分、なんか同じ人種だけど自分とは全然違うタイプの人の話って、なんかもう何言ってるか分かんないじゃないですか。だからついツイート見て、は？は？ってなって、で時間長く見ちゃうんですよね。だから大して興味なくてもおすすめ欄に上がってきやすいっていうあるあるだと思うんですよ。長文だしね、そういう場合って。鼻が、花粉が、そう、なんかその意識高い系のね、お姉さんっぽい感じのとか、よいしょ、私はマジで知らないので、そうとか、あとなんか夫婦で揉めてますとかね、浮気されましたみたいな、そんなバック流れてきたんでしょ、その時期だ。長いから、長文だからさ、うん、でも今マジでね、漫画ばっか多分おすすめ欄、おすすめ欄上から漫画探してますって、漫画探してます、うん、漫画が読めるハッシュタグとか、あ、フリーレンカフェ明日からとか、うん、そんなんばっかでございます。なんなんですかね。あと普通におすすめでそのファンの方の流れてきたりしますね、ツイート。だから思ったより皆さん、あのメンバーにはツイート届くと思った方がいいですよ。ハッシュタグつけてなかろうが流れてくるんですよ。なんでかっていうと、多分あなたのことをフォローしている人はこの人のこともフォローしているし、この人もこのツイートにいいねしていますよ、リプしていますよっていうのが流れてくるわけですよ。だからたとえハッシュタグ三村ひのとハッシュタグ NGT48 つけてなかろうとも、あ、これ NGT のこと言ってんだろうなとか、あ、これこの子のこと言ってるんだろうなとかっていうのが、いい意味でも悪い意味でも流れてくるので、普通にあのなんだろう、人に見られて嫌なこと、人に言われて嫌なことは自分で言わないってあるじゃないですか。それツイッターも一緒だと思うんですけど、人に見られて嫌なことはそれは言わない方がいいし、本人に見られて言わない方がいいこともあれだし、自分が言われて嫌なことは人に言わないっていうのは直接だけじゃなくて SNS でも一緒なので、はい、もう一度あなたがしているそのツイートは果たしていいツイートかぽってツイートかぽって一度あの投稿する前に手を止めて読み直してからツイートしてください。よろしくお願いします。
まあそれは別にあのツイッターに限ったことじゃないんですけど、ショールームのコメントもそうだし、 YouTube、TikTok とかのコメントもそうだし、まあまあインスタとかもそれはそうですけど、まあ、メールの返信、チャットの返信もそうですよ。メールの返信、チャットの返信はむしろその人に当ててるから、なおさら、あのなおさらなんですか、攻撃力高いですからね。それ言ってあなたはどうしたいのっていう、そういうコメントになってないか改めて考えてください。推しの負担になるようなことはしないでください。しくよろ絶対死後うん、絶対に死後。まあ言われなくても分かってるよっていう人が多いと思うんですけど、そういう人は多分元から何も問題ない人なんですよね。そう、まあ逆だな、その言われて、あ、気をつけなきゃなって思う人ほど別にもともとできてる人で、いや関係ないよ俺はできてるよっていう人の方が危ないって何でも言いますよね。うん、あるあるでございます。ハートありがとうございます。そうなんですよ、自分のことは一番自分が分かってるつもりで分かってないですからね。客観視ができないので、主観的な判断になってしまうので、もちろん自分のことは自分が一番理解しているけれども、それはあくまで自分の世界の話の中で、そう、自分の中の話のだけであって、人から見た時にどう思われてるかっていうのは人から見た角度じゃないと分かんないからね。そう、うん、もちろんそう、こう客観視するのが得意な人不得意な人はもちろんいるだろうけれど、まあ、それがうまく言葉にしたのが人にやられて嫌なことはやらないっていうのが一番小学校で一番最初に習う客観的な魔法の言葉ですよね。客観視するための魔法の言葉、人にやられて嫌なことはやらない、言われて嫌なことは言わないで、そうだと思いません今話しながら喋ってるので、その通りだ、考えながら喋ってるので、そう、うん、別になんか注意喚起をしようと思って配信してるわけじゃないんですけど、たまたまツイッターの話をして、それでおすすめツイートの話にたまたまなったので、たまたま思い出したのでたまたま話していますね。はいまあでもだから私が何言いたいかって、そのみんなが思ってるよりもちょっとしたものでもメンバーには知られるし、だから知られたくないことはもう言わない方がいいよっていうことですね。うん、ってことでございますよ。うん、ね、こうコンサートとかで忙しくなってきますから、ただでさえねメンバーのこう、うん、悪い意味じゃなくて負担っていうもの、抱えるものっていうのがどうしても多くなってきちゃいますから、他でね、だからほんと些細なことでもちょっとしたことでストレスになったりとか、それだけで体調崩しちゃったりとか、集中できなかったりっていうのはもちろんありますからね、うん、ないとは言い切れないですから。だから SNS が密接なこの時代でこの時代のためにしっかりうまく付き合っていきましょう。うん、うん、
や本当にマジで本当にどうでもいいしょうもないことでも人によっては傷ついたりしますからね。なんだろうな、私だと何かあったかな。うん、マジでそう、あの本当にその多分なんだろうな、私っていうよりかはなんかこう、例えばそのツイート主がいじりのつもりで言ったツイート、そうなんとかちゃんって本当なんとかだよなっていうツイートに対してその子が真に受けて、え私やっぱりなんとかだよねって落ち込んでしまう、思い込んでしまう、いや違うよこれは本気で言ってるんじゃなくてそういういじりみたいなものだよって説明してあげないとさ、わからないじゃないですか、文章だし。そう、そうやっていじりとかができるのはその信頼関係がある状態じゃなきゃダメだし、そうやってそのまあなんだろう、いじられるのに慣れてる人とか向いてる人、不向きな人とかもいますからね。そう、本当にコンサートのリハーサルってすごく大変だからさ、ただでさえこう覚えることもいっぱいだし、やらなきゃいけないことも増えるし、疲れるんですよ長時間だから。で家に帰っても振り起こしをしたりとか、それ以外にもやることいっぱいあるでしょうし、ただでさえ SNS いっぱい触るからね、まあメンバーのことを第一に考えて動けとかそういうつもりではないんだけど、なんだろう難しいまあなんかその認識はしといて損はないんじゃないかなって思ったりしますね。うん、あとメンバーも別に完璧じゃないからさ、私も含めていらんこと言ったりとかそういうこともあるけど、あるというかないこともないけどそれぞれ気をつけてるとは思うけれど、いらんこと言ったりとかももちろんあるだろうけど、それに対して必要以上に上げ足を取ったりするのもダメだし、かといって本当にダメなことだったらみんなじゃなくて身内でちゃんと解決するからね。だから応援してくれているファンのみんなが説教する必要はないし、うん、っていう心構えでいきましょう。むしろ推しが落ち込んでる時には全力で励ましてあげるっていう、そういうことでございますよ。そのスタンスでいきましょう。やばい、推し活論まだ話せるわ。やべえ、別にこれ本当になんか何かあったからこうとかじゃなくて、マジで今普通に私口からペーって何も考えてないわけじゃないけどペーっつって出てきてるんですけど、そう皆さんそれぞれ推し方があると思うんですけど、こう結局なんかこうそのいろんなこう形がある中で、どうしても推しに期待をしすぎてしまうと少しでも自分の理想とずれた時にそれだけでね冷めてしまう、離れてしまうんですよ。だからいわゆるこうなんていうんですか、まあ、完璧すぎるというか、まあ、別に完璧じゃなくてもいいのよ。何々ちゃんはこうでこうでこうできっとこういう子なんだっていう、そのガチガチに凝り固まった理想の
アイドル像、アイドル像じゃなくてもいい、理想の何々ちゃんを作り上げてしまうと、ちょっと違う発言をした時に、ちょっと違う面を見た時に、え、自分の思ってた〇〇ちゃんと違う、裏切られたって、その勝手に期待して勝手に裏切られるっていう状態になってしまうっていうのは、別にアイドルに限ったことじゃなくて人に対してよくある話じゃないですか。何々ちゃんはきっとこうしてくれるだろうっていうのに対して、あ、違った、もう自分のこと嫌いなんだ、もう関わるのやめよってなるのが人間関係の、まあそういう、なんです、なんていうんですか、まあ多分そういう心理があると思うんですけど、普通にあのアイドルじゃなくて友達同士だろうが恋人同士だろうが家族同士だろうが多分あると思うんですけど、そのアイドルもそれと似た感じで、期待しすぎちゃうと、期待というか自分の願望とか自分の人生をその子に沿わせてしまうと、あの良くはないのでうん、反転音痴って言葉もありますよね。あんだけ好きだったのに、あんだけいろいろライブ見に行ったりグッズ買ったりしたのに、なんでって、まあ、なんか正当な理由だったらさ別にいいと思いますけど、なんかそうじゃなくて、なんかこう なんですか、なんかねあったりするじゃないですか。なんかそうなるとね、ちょっとねこっちもね困りますもんね困るというか、なんだろう、もやもやする、そうもやもやしてしまいますので、気をつけてください皆さんね。いつも胸に手を当てて、自分はそういうタイプじゃないかどうか、健全に推し活ができているかどうか、で期待するのはいいんですよ。でも期待しすぎるって、それは本当に なんだろう、なんか親とかもそうじゃないですか。親が子供に期待しすぎてしまうと、親は自分が歩めなかった人生のレールに子供を乗せようとさせる、で子供はその期待に乗せようと、期待に応えようと頑張るけれど、でもできなくて親に叱られて、それで自己嫌悪に陥るみたいな、そういう話もよく聞くじゃないですか。でそれと似たもんですよね似たもんと言いますか、ちょっと違うけど、だからあんまり結局しすぎって何でも良くないわけでございますよ。程よく、うん、親はまだ、だって産んでるからね、基本的にまだいいですけどまだまああれですけど、顔も知らないファンの方ももちろんいらっしゃいますから、まあ改めて SNS とかはね、このコンサートリハで忙しい時期にもなるので、今一度ちょっとでもなんかあったら嫌なので、気をつけて、男女呼びます。13位ひさきさん、12位 MS さん、11位しんごさん、10位たけともさん、9位しんいちさん、8位とうごさん、7位突破きゅうさん、6位たむひろさん、5位とまおさん、4位むつきさん、3位よったさん、2位ひょりげたさん、1位よいちくんさん、ありがとうございました。バババババ、うん、まあちょっと まだ別にいろいろ話せるんですけどね、まあ、4期生も入ってね、新人ちゃんもいっぱいいるので楽しくおたかつライフを。またね、おやすみ村ー。